毎日ブログ生活1054日目。よくある問い合わせからたくさんの缶スプレの特徴と違いを解説します。おいしい食べ物はたくさんの人に伝えたい。久留米でボンドを専門に販売している水心こと水安真嗣です。エースボンド水心の強み、社会人ラグビーまで続けた中で辛いことや理不尽なことを粘り強く乗り越えた経験と、全国500社以上の営業をして回った実績から、接着剤に関するお困りごとをお客様に寄り添って引き出し、粘り強く解決します。今日はそんなお話です。張り切ってお願いします。今日のお題は、いろんなタイプの缶スプレーを試してみた。よくある問い合わせです。木工用に一缶のスプレーボンドを使用していますが、簡単なハンディタイプの缶スプレーはありませんか。あ、隣さん、良い問い合わせです。木工用に一缶のスプレーボンドを使用していますが、簡単なハンディタイプの缶スプレーはありませんか。業務用として大きな一缶18リッターの缶に入った商品はありますが、同等の性能で簡単にいろいろな現場で使用できる缶スプレータイプの接着がないかとのこと。あります。缶スプレータイプの接着剤もたくさんの種類があります。いろんな種類の中でいろんな特徴を持った商品があります。その中でまずは強力な接着力を発揮する商品、ポリシボンドスプレーのり Z3。 缶スプレーの中でも強力型、屋外 OK、 素面 OK、 なんとスプレー幅も3段階の調整が可能なんです。用途は主に金属、ウレタンフォーム、ガラス繊維の接着、敷物の固定、段ボール箱の封緘。成分は SBR スチレンブタジアンラバー系溶剤系。次にポリシボンドスプレーのり Z2 430mm、 発泡スチロール OK のスプレーのり、なかなか貴重な接着剤。用途は壁紙、金属箔、フェルトの接着、軽量パネルの固定、敷物のグレード。やはり発泡スチロールに使用できるのが最大の特徴。ほとんどの接着剤が発泡スチロールを溶かす中、発泡スチロールを溶かさずにくっつけます。成分はスチレンブタジアンラバー系溶剤型。主な用途は発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、四角、ウレタンフォーム。さまざまな用途に使用できるので重宝します。次はポリシボンドスプレーのり Z1 230mm。 特徴は弱接着型で貼って剥がせる、シワ、シミコン、ソリ、シミを残さない、ガス抜きキャップを採用します。用途はデザイン版、板下作業、スポー、ポスター割り、壁紙の仮止め。成分はアクリル系樹脂、溶剤系、ノルマルヘキサン。最後にポリシボンド G の 9900-430mm。 特徴はスプレー性が良好、ロングタックタイプ、貼り合わせ可能時間20度し5分から20分、そして熱性的に優れている。缶スプレーだけで耐熱性に優れているのは 6000G の 9900 だけである。用途は木、合板、メラミン化粧板、金属、硬質塩ビ、ゴム、比較塩ビレザー、裏打ち面、ガラス繊維、コンクリート面などなど。成分はエアゾールスプレー型のグロープレンゴム系溶剤系です。注意、
接着する面の両面に塗布してください。まさに冒頭の問い合わせに合致した商品です。コニシア製品ばかりでしたが、似たような商品はたくさんありますので、あなたのご要望に合わせた商品をご紹介してください。あなたに合うスプレー感は必ずある。創業80年以上という老舗の味、中華うどん一平ちゃんです。和風のだしに中華麺を使用、その紅生姜がとても合う。